皆さんこんにちは。いつもトモーズフェイバリットチャンネルをご覧いただきありがとうございます。4月になりました。今回は鹿児島県奄美大島の旅の模様をお届けします。成田空港から奄美大島空港まで飛行時間は2時間52分。朝7時5分の成田発で奄美大島へは9時57分に到着しました。空港前でレンタカーを借りて早速奄美大島の旅のスタートです。この日は雨曇りでしたが、それでも透き通った青色の海はとっても美しかったです。晴れたら白い砂浜とのコントラストでさぞかし綺麗だろうなって容易に想像できました。途中地元のスーパーがあったので立ち寄ってみると、島ならではのさすがの品揃えです。見たこともない色とりどりの鮮やかな魚や大きな夜光貝など水族館で見ているかのようでした。今日は朝早いフライトだったので早めのお昼ご飯をいただきに島豆腐専門店へ来ました。お店では新鮮な手作り豆腐がいただけます。日替わりランチが今日のお目当てです。マシオという奄美大島産のお塩で食べても豆腐の美味しさが引き立って美味しいです。定食はお盆いっぱいの品数でとっても満腹になります。店頭で売られている豆腐ドーナツもドライブのお供におすすめですよ。左手に海を見ながらいくつものトンネルを通過して本日泊まる電泊のお宿のチェックインに来ました。ここは電泊の管理事務所で、中では奄美大島の特産品を販売するお店やカフェも併設されています。電泊の電は島の伝統や伝説を伝えるということだそうです。今回泊まるのは島に暮らすように泊まれる伝統的な古民家を改修したお宿です。管理事務所から海岸線に沿って車で15分ぐらい走ると佐仁地区にある電泊アダンと海見る宿に到着しました。早速中に入ってみましょう。部屋の広さは88平米で禁煙。和室のお部屋が4部屋にキッチン、ダイニング、お風呂、洗濯機のほか洗濯物を干す場所もあります。アメニティもパジャマ以外宿泊に必要なものすべて揃っていて、まるで田舎のおばあちゃんの家に泊まりに来たかのような雰囲気があります。テラスでは水平線まで一面の海を眺めることができます。今晩はこのテラスで贅沢な景色を眺めながら
近くのスーパーで購入したお惣菜や食材で作った夕食をいただきます。朝は早起きしたので宿の周りを散歩してみました。うちの宿よりももう少し先に行くと新しくオープンした一棟貸しの建物がありました。上に屋上があるモダンでとっても綺麗な建物です。この日は車で奄美大島北東部にある飾り地区に来ました。飾り崎灯台まで急な山道を8分ほど登ると、上からは太平洋と東シナ海を一望できます。ここ奄美大島最北端のこの地には、古来より海の彼方には恵みをもたらす神の国竜宮があり、人々に幸せをもたらすと信じられてきた未来家内伝説があったそうです。この伝説が大和の国に伝わり、浦島伝説になったそうです。そのことから竜宮の使いである亀のモニュメントが設置されていました。あやまる岬に来ました。あやまる岬は太平洋に突き出した丸い岬で、その丸い地形が綾に織りなす丸に似ていることからその名がついたそうです。さすが大島紬を代表とする織物の土地ならではのネーミングですね。グランドゴルフ場や公園、海水プールなど一望できます。奄美大島の海岸の中で私が一番綺麗だと思うここ戸守海岸に寄りました。白い砂もサラサラで、浅瀬もあり、魚もたくさん見ることができます。穏やかな波でシュノーケリングには最適です。途中で美味しそうなジェラート屋さんがあったので立ち寄りました。奄美のタンカンというオレンジとマシオを使った手作りジェラートは爽やかな味わいで絶品です。ここから歩いてハートロックを見に行ってみます。うっそうとした険しいジャングルはまるでジュラシックパークの世界のようです。このジャングルでは奄美特有の植物や昆虫を見ることができます。ハートロックは干潮時に現れるハート型の潮だまりだそうです。ハートロックは見えなくても、このビーチや別の潮だまりも魚が泳いでいたり、とっても綺麗でした。市内でサンドイッチを買って、今日のお昼はビーチでいただきました。夕飯はまた近くのスーパーで食材を買って簡単に手作りします。奄美大島特産の黒糖焼酎がお刺身やステーキによく合います。この景色があれば何でもごちそうですね。次の日は蒲生公園展望台に来ました。途中蒲生神社があったので
お参りをしてから展望台に向かいます。展望台からは360度の大海原を見ることができました。自然豊かな奄美大島の山々と雲にかかった島々がとっても幻想的です。この旅は残念ながら連日雨模様でした。調べてみると奄美大島は年間を通して日照時間が日本で一番短いそうです。標高700メートル近い山々に外洋からの湿った空気が当たって上昇気流をもたらすため雲がすぐにできて、さっきまで晴れていると思ったら大雨に降られたり、天気がコロコロ変わることが多いそうです。途中お弁当屋さんでお弁当を買いました。ここは飾り湾に突き出た岬にあるブタッパルビーチです。パウダー状の砂浜はどこまでも歩いていけそうなぐらい遠浅でおすすめのビーチです。途中樹齢400年のガジュマルの巨木も立ちそびえていました。奄美大島の自然の歴史を感じます。近くにはキャンピングトレーラーで宿泊できる施設もあります。海辺でハンモックに寝っ転がりながら青空を眺める贅沢な時間が楽しめそうです。そろそろチェックアウトの時間になったので佐仁地区に戻ります。連泊の古民家アダン海見る宿、その名の通りアダンに囲まれたテラスで海を目の前に時間の流れを忘れるようなゆっくりとした滞在を楽しみました。名残惜しいですが、また奄美大島に来たらここに滞在したいと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。